アルトは、主に、ドイツにおいて、ドイツオペラや、イタリアオペラを歌唱して、名声を博した、ベルギーのソプラノ歌手。1868年には一時、ピョートル・チャイコフスキーと婚約していた。チャイコフスキーは自作のピアノ競奏曲第1番や、幻想助曲、ロメオとジュリエットへ、アルトの名を忍ばせている、可能性もある。1869年に、 スペインのバリトンであったマリアーノ・パディーア・イラモスとの結婚以降はデジレ・アルトーでパディーヤもしくはデジレ・アルトー・パディーアという名前で知られた。マルグリート・ジョゼフィーノ・デジレ・モンタニー・アルトーはブルッセルのモネ劇場でホルン奏者を務めブルッセル王立音楽院の教員も務めていたジャン・デジレ・モンタニー・アルトーの娘として生まれた。おじにバイオリニストのアレクサンドル・アルトーがおり、 アレクサンドル・ジョゼフ・モンタニーとして生まれた、この人物が、職業上、アルトという姓を名乗るようになり、一家の面々がその霊に習う形となった。他の王子には、肖像画家のシャルル・ボーニエがいた。ロンドンとパリで、ポーリーヌ・ガルシア・ビアルドとフランチェスコ・ランペルティに指示。ベルギー、オランダ、そして1857年6月19日のイングランドなどで、コンサートの舞台に登場した。 マイアベアの手引きによりパリのオペラ座へと足を踏み入れ、1858年2月5日にオペラ、予言者でデビューを飾ると大きな成功を収めた。また、グノーのサフフォーの短縮版でタイトルロールを務めた。ベルリオーズラが2月17日のジュルナルデイテバ市場で彼女の歌唱を称賛している。しかし、アルトーは1859年にフランス語の レパートリーを捨て、イタリア語で歌うようになった。同年には、ロリーニのイタリアオペラ団を伴って、ベルリンのビクトリア劇場のコケラ落としでも歌っている。同地では、セビリアの理髪師、チェネレントラ、イル・トロバトーレその他の役により、大きく成功している。1859から1860年と1863年には、ロンドンで歌を披露しており、連帯の娘、 椿姫ノルマに出演した。1861年には、ウェールズのハープ奏者であるジョン・トーマスと一時、婚約している。彼女のお気に入りの役は、連帯の娘で、このオペラに、しっかり現実味を持たせるために彼女は小太鼓を、数ヶ月にわたって学び、第一幕では、プロの奏者に並ぶほどの腕前で、自ら演奏していた。 1864年に再度イングランドを訪れて、ロイヤルオペラハウスで歌っており、さらに1866年にも、イングランドで、グノーのファウストや、その他の役で舞台に上がった。ピョートルチャイコフスキー、1870年頃、1868年に、ロベルト・スターニョも所属していた、イタリアオペラ団とロシアへ赴いた。ある党は、モスクワを魅了する。 マリア・ベジチェバの家での石鹸では主人がアルトーの前にひざまずきその手に口づけを行ったアルトーは春に行われたベジチェバ家でのパーティーでチャイコフスキーと簡単に顔を合わせているチャイコフスキーはフランソワ・オーベールの黒いドミノへ追加のレチタティーブを作曲しておりこれを用いてアルトーが行った事前公演の後にも彼女を訪れている二人が 音楽関連のパーティーで再び偶然に遭遇した際、彼女はチャイコフスキーが秋の間にもっと足しげく自分を訪ねてくれなかったことに驚いたと伝えた。次はそうすると守る気のない約束をした彼であったが、アントン・ルビンシュテインからは、過激場に彼女を見に行くようにと説得を受けた。それからアルトーはチャイコフスキーに毎日招待状を送るようになり、 彼の方でも毎晩彼女を訪ねることが習慣となっていった。チャイコフスキーは後年、弟のモデストに宛てた手紙の中で、彼女について非常に美しい仕草、上品な所作、芸術的な身のこなしを身につけていると記している。彼はある等に神経を集中させるべく、公共し、運命の作曲を中断する。チャイコフスキーが恋愛感情としての興味に勝って、歌手、 女優としての彼女により強く惹かれており、個人と芸術家を分けることが難しかったと考えても、不自然ではない。彼は、ピアノのための、ロマンスへ、単調作品ゴーアルトへと検定している。年の暮れまでに、結婚の話が持ち上がってきていた。このことはチャイコフスキーが、自らの同性愛を克服しようとした、最初の真剣な取り組みであったとされる。 アルトーと共に旅をしていた彼女の母親は結婚に反対だった。これには三つの理由がある。まず、アルトーの全公園で前列に座っていた、ある名もないアメリカ人男性が彼女に惚れ込んでおり、その母親にチャイコフスキーの出自と経済状況に関して嘘を吹き込んだことである。ロシアの文化に疎い彼女にはそれを信じない理由がなかった。次に、 チャイコフスキーの年齢。彼はアルトーよりも5歳年下だった。最後は彼女がチャイコフスキーの性行動に関する噂を聞いていたのかもしれないということである。反対にチャイコフスキーの父親は息子の計画を後押しした。アルトー自身にはもがく、作曲家を支えるために自らのキャリアを捨てる覚悟はできておらず、チャイコフスキーも単なる フリマドンナの夫となる覚悟はなかった。ニコライルビンシュテインなどチャイコフスキーの友人には外国の有名歌手の夫になることは彼自身の音楽でのキャリアを止めてしまうことを意味するという理由で結婚に反対した者もいた。事態は決め手を書いたままの状態となり、公式には何の発表も行われなかった。しかし、二人は1869年の夏に、 パリに近い彼女の辞書で再会することを期し、結婚に関する疑問を集結させようとした。その後、オペラ工業会社はツアーを続けるべくワルシャワを目指して旅立った。しかし、1869年の初めには、チャイコフスキーは考えを改めていた。彼は、弟のアナトーリに対し、結婚がいずれ行われるとは思えないと書き送った。この話はややダメになり始めている。 アルトーと結婚したマリアーノ・パディーアイ・ラモス。その事実をチャイコフスキーに告げはしなかったものの、当時の社会的慣習の要請によりアルトーもまた、考えを変えていた。1869年9月15日、セーブル、もしくはワルシャワの土地からにおいて、アルトーは、同じ会社の一員であった、スペインのバリトンのマリアーノ・パディーアイ・ラモスと結婚した。 パディリアは彼女よりも7歳年下で、彼女が以前にチャイコフスキーに対して笑いのにしていた人物であった。電報で婚姻の知らせを受け取ったニコライ・ルビンシテインは、すぐさまそれをチャイコフスキーに伝えに行った。ちょうど、オペラ、地方長官のリハーサルの最中であった、彼はルビンシテインから知らせを聞き、ひどく動転すると、リハーサルを中止して直ちにその場を後にした。 チャイコフスキーがこの問題から立ち直るのは非常に早かった。1874年にピアノ競争曲第1番を作曲した際には彼は感情楽章にアルトーがレパートリーに入れていたフランスの流行歌イルフォーエス・ムセル・イリールを取り入れている。楽章を開始するフルートのソロも彼女と関係しているのかもしれない。第一楽章の第2主題が DA で始まることについて、音楽学者のデイビッド・ブラウンは、アルトの名前デザアーティットを溶かしたものであると主張している。綴りのイニシャルを音向に用いるのは、ロベルト・シューマンがしばしば用いた方法であり、チャイコフスキーは、シューマンの音楽を大いに称えていた。DA の流れは、競争曲全体である、変動単調という調整を決定づける、変動音で自然に解決されるが、 ブラウンによればこれは競争曲や公共曲には非常に珍しい調整であるという。有名な第一楽章の開始主題は平行調である変異調調で書かれており、二度奏でられた後は曲中で再現されることはない。ホルンでそうされる曲頭の単調の動きによる主題はホルンの教授であったアルトーの父に関係している可能性もあるが作曲者自身を表している。 可能性の方が高い。彼は他の作品中で ECBA という音の並びを自らの署名として用いており、このホルンの主題は ECBA を異単長から変度単調へと移調したものだからである。他にもチャイコフスキーが自分の名前をこの競争曲に暗号化して忍ばせたり、ある等の名前は公共誌、運命、公共曲第3番、幻想序曲、 ロメオとジュリエットに隠したとする指摘がある。チャイコフスキーは、運命の筋書きを明らかにすることはなく、さらに後年には送付を破棄してしまったのである。ロメオとジュリエットを作曲中の彼の頭には、ある等の記憶が非常に鮮明に残っていた。シェイクスピアの戯曲の悲劇と自らの個人的な喪失の創造性を導き出すのは容易であった。 ミリー・バラキレフは、ロメオとジュリエットの愛の主題を変わった言葉を選んで、称賛している。二つ目の変に蝶々の旋律は、喜ばしい愛の儚さと、甘さで溢れておりこの曲を弾いてみて、頭に浮かんだのは、あなたが裸で浴室に横たわりあると、パディや、その人が、香りの良い石鹸から熱い泡を作りあなたの腹部を、洗っている情景でした。年月。 チャイコフスキーへはじめに、ロメオとジュリエットの作曲を提案したのはバラキレフであった。初版の完成は1869年11月29日であり、アルトーがパディーヤと結婚してからまだ2ヶ月であった。1870年12月のアルトーのモスクワ巡業の折には、チャイコフスキーはグノーのファウストでマルグリート役を演じる彼女を聞きに出かけている。 頬を伝って涙を流したと伝えられているものの、この時に二人で会うことはしなかった。1875年に再び、モスクワを訪れたアルトーは、マイアベアヤのユグノー京都で歌っている。ある日、音楽院で、ニコライ・ルビンシテインを訪ねたチャイコフスキーと友人の、ニコライ・カシキンは、ある外国人の女性がルビンシテインと、オフィスにいるので待ってほしいと言われた。 すぐに姿を現したその外国人の女性はデジレアル島であった。彼女もチャイコフスキーもあまりに取り乱して言葉を交わすことができず、彼女は足早にその場を後にした。チャイコフスキーは吹き出して、それで私は自分が彼女と恋中にあるのかと思った。と口にしたのであった。1887年、ベルリンでのベルリオーズのレクイエムの公演に際してチャイコフスキーと会う機会が、 訪れた。二人は喜んで関係性を新たにしたが、過去に起こったことについては触れられなかった。1888年2月4日、アルトーは再びベルリンでチャイコフスキーと会っている。チャイコフスキーは、同地での5日間は毎日彼女と過ごす時間を作り、2月7日の夕方をラントグラフシュトラーセ17で共に過ごした際に彼女はチャイコフスキーへロマンスを 自分のために作曲してくれるよう頼んだ。チャイコフスキーの日記には次のようにある。今夜は私のベルリン登流の記憶の中で最も心地の良いものの一つに数えられる。この歌い手の性格と芸術性にはこれまでと変わらず、こうしがたい魅力がある。5月になると彼は8月までに歌曲を仕上げることを手紙で約束している。夏の間、 彼は10月19日に完成することになる幻想序曲、ハムレットなど、いくつもの大作に時間を取られてしまった。この時までに彼は、アルトーの当時の聖域を念頭に、彼女へ向けて一曲ではなく六曲の歌曲を作ることを心に決めていた。テクストとして選ばれたのは三人の詩人によるフランス語の見本訳の作品であった。こうして、 フランス語の歌詞による6つの歌作品65は10月22日に完成され、デジレアルトーパディアへと検定されたのである。10月29日付のあるトにあてた書簡の中で、チャイコフスキーは彼女が曲集を気に入ってくれることを願いつつ、こう綴った。人は自分が偉大な人物たちの中でも特に偉大だと思う。歌手のために作曲をしていると少々おじけづいてしまうものですね。 マリアーノ・パディーア・イラモスとの結婚後、アルトはしばしばデジレアルトでパディーア、もしくはデジレアルトパディーアとして知られるようになる。ドイツ、オーストリア、ポーランド、スウェーデン、ベルギー、オランダ、デンマーク、ロシア、そしてフィンランドでアルトはパディーアとイタリアオペラの公演を重ねた。 モスクワには1868年の1870年、ついで1875年から1876年、そしてサンクトペテルブルクには1871年の1872年と1876年から1877年に赴いている。彼女は激しい気象の持ち主であり、1870年代にモスクワでミニーホークと起こした。 舞台上での争いの数々はしっかりと記録に残されている。アルトは1884年に第一戦を退くが皇帝の誕生日である1887年3月22日にベルリンの王宮で行われたドンジョバンニのある場面にパディーヤと共に登場している。この年はドンジョバンニの100周年でもあった。1889年までベルリンで 歌唱指導者をした後、パリへ移住。1907年にパリ、またはベルリンにてこの世を去るが、これは夫の死からわずか4ヶ月後のことであった。アルトとパディーヤの娘であるロラアルトーでパディーヤは、オペラのソプラノとして大きな成功を収めており、ディーリアスの村のロメオとジュリエットの初演でブレンチェン役を務めた。注釈出展。ありがとうございます。